fans, here we go with a bout you've all been waiting for. 12 rounds of boxing for the undisputed middleweight championship of the world. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, live from Madison Square Garden, it is time for the main event of the evening. Introducing to you first on my left, fighting out of the red corner, wearing red, white, and blue trunks, hailing from and representing Coupe Alto, Puerto Rico. He weighed in at 158 and one half pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with 40 wins, no losses, 33 wins coming by way of knockout. Here is the five-time world champion in three weight divisions, the current WBA middleweight champion of the world. Ladies and gentlemen, please welcome El Gran Campeón Puerto Riqueño, introducing Félix Tito Trinidad. まずコールされました。WBA チャンピオン、フェリックス・トリニダード。And his opponent across the ring on my right, fighting out of the blue corner, wearing red trunks with silver trim, fighting out of Philadelphia, Pennsylvania. He weighed in at a trim and ready 157 pounds. His record stands at 39 wins, 2 losses, 1 draw, with 28 wins coming by way of knockout. Tonight, ladies and gentlemen, he is making the 14th defense of his title. Here is the WBC and IBF middleweight champion of the world, introducing Bernard the Executioner Hopkins. WBC と IBF 日本のベルトを持っています、バーナード・ホプキンス。さあ、3本のベルトがかかります。この一戦さばきますのはベテランスティーブ・スモーガーレフェリーです。世界戦93度目のレフェリングになります。両者が顔を合わせました。視線をそらさないトニーダード、ホプキンスもにらみ返します。さあ浜さん、はい、一言お願いします。まあ、今日の試合はトニーダード苦しい試合になると思います。そうですね、はい、さあ統一が見られます。 WBA、WBC、IBF 世界ミドル級の王座統一戦、3本のベルトが久しぶりに1本になるのか。この一戦がニューヨークにパワーを与えます。試合が始まりました。ミドル級の王座統一戦です。3団体のベルト、誰が3本持っていくんでしょうか。1本持っている WBA チャンピオントリンダード、2本持っている WBC、IBF チャンピオンホプキンス、左を出していきました。ホプキンス、やっぱりホプキンス大きく感じますね。これは明らかに、うん、伝えただけの身長差は6センチあるようですね。慎重な両者立ち上がり、周りの測り合いをしているようです。確かにこのクラス6年半守ってきただけあります。バーナード・ホプキンス、このミドル級ではもう胴が行っています。左をつきました。ガード目を叩いています。トリンダード、このガードの硬さを確かめるような感じ、左を出していきました。ホプキンス、相手のスピードを測るような感じ。ホプキンス、それとこの測りながらもですね、ホッキンスはガードを固めてますね。ああそうですか、ガードを固めてですよ。立ち上がりだけを見れば全くの正攻法、オーソドックス、そんな感が伺えます。まあ、もともとガード固い選手なんですね。そうですね、これを果たしてトニーダード、ハードパンチャーがトニーダードを繰り出すパンチが突き破ることができるのか。プロ41戦目、大舞台でありますトリンダード、一方のホッキンス、さらにそれ以上の大舞台を感じていることがありましょう。44戦目、今まで暗いライトが当たってきた、格好が薄かったこのホッキンスに今最大の最高量の光が当たっています。右のストレート、
バーナード・ホッキンス、トリニダードすると、トリニダードすると、ホッキンスの空いてるところを今、探ってるところですけどね。あ、なるほど、空いてるところがないでしょう。若干空いている手で相手の頭を押さえながら、そんなパンチを繰り出していきます、ホッキンス。原さん、なかなかこういうところがね、ずるいと言いましょうか、うまい戦い方を見せるんですよね。でまだお互いに慎重ですね。あ、そうですね、確かに探り合ってますよね。頭を下げながらホッキンス突っ込んでいこうとしました。いろいろなことをやってみます。第1ラウンド、ニューヨークマジソンスクエアガーデンはゴングと同時にザワつきがずっと続いています。離れました、右を放ったところで離れています。またこれもガードを叩いています。さあ、トリニダードが持っている無類のスピードでどこまでこのガードを打ち崩していくことができるんでしょうか。あるいはホッキンスのパワーが爆発するのか。頭をつけてきました。そしてクロスレード、だんだん出てきますよ、ホッキンス。これです、左側を相手の頭に回しました。右クロス、やりますね、ホッキンスは。ダーティーとも言ってもいいぐらいの戦い方を見せます。これもテクニックの打ちという評価もありますが、コデコンが打ち直されました。第1ラウンド、スティーブ・スモーガーさん懸命に2人を引き離しています。第1ラウンド、さあこれは原さんから伺ってまいりましょう。難しいですね。が10対9で、はい、トリニダードにつけます。はい、私はホッキンス10対9です。あ、お二方が鼻から割れています。確かに原さん、難しいラウンドのようですね、今のはね。まあ、様子見というのもありましたけどもね、はい、まあ、2分ぐらいまでお互いに、まあ、静かな、探り合いに終始しましたよね、はい、残りの1分ぐらいで結構距離が詰まりましたからね、さあ VTR です、第1ラウンド。あえて言うならば浜田さん、はい、何が目につきました、どういう動きが。ずるさですね、ホッキンスの。ホッキンスのね、だからトリニダードの成功法をですね、崩そうとして、やりにくい方をやってますよね。こうやって、ね、クリンチながらもですね、このクリンチする左の腕の引き付けなんか強力だったと思いますよ。ホッキンスがトリニダードを暗い路地に引きずり込もうとした第1ラウンド。さあ第2ラウンドです。3つのベルトがかかっています。世界ミドル級の王座統一戦、果たして3本総取りはどちらでしょうか。トリニダードはいつもよりもやっぱり手数が若干少ないですよね。少ないですね、確かに少ないですね、うん、だからホッキンスのですね、本当ガードの硬さを感じているでしょう。ちょっとでも空いたら打ち込もうとは思っているでしょうけど、なかなか開かないんですね。実際目の前にした両者の感覚というものがあります。第1ラウンドからトリニダードはチャンスがあったら点を狙いと言っていたんですが、それどころか随分と様子をじっくりと見ておりました。これが本来の、まあ、言葉とは違う、リップサーブとは違う動きなんでしょう。実際にお互いに目の前にしたら、お互いにそれぞれ感じ取ってますでしょうからね、威圧的なものを。 それで一発当たれば、ね、やっぱりお互い、倒せるだけ、まあ、もしくは打たれたら倒れてしまうというのは感じているでしょう、はい、そうでしょう。大舞台は慣れ切っています、フェリックス・トリニダード。一方バーナード・ホッキンス、これがキャリア最大の舞台であることは間違いありませんが、こういったところに臆する球ではありません。素晴らしい心臓を持っていますバーナード・ホッキンス。エクソチューショナー、死刑執行人、この今何かと世界から注目を浴びているニューヨークのど真ん中、マンハッタンで、しかもマジソン・スクエア・ガーデンでどういったパンチを放っていくのか。死刑執行人、ホッキンスであります。ブーイングを先ほどゴングの間際コールの時にたくさん浴びています。パワーをもらいましたホッキンス。トリニダードも大声援を浴びました。こちらもパワーをもらってこの戦いに臨んでいます。よっと中に入っていました。クロッチ、トリニダードが先ほど言ったように浜さん、はい、いつも以上かなり慎重ですね。だからですね、ちょっとでも自分のガードを開けたらホッキンスが打ってくる気配があるというのが一つのですね、ホッキンスのガードが硬いんでですね、どこを打とうか今探っている最中なんですね。なるほど、中途半端に手を出したらやっぱりホッキンス入ってますからね。気合い出しました。だからトリニダードすると予想以上にホッキンスのガードの硬さ感じているでしょう。トリニダードのこの前の試合の相手、ウィリアム・ジョッピーはミドル級にいた選手なんですけども、この選手がこんな強いパンチをもらったことがないという試合後の感想を述べていました。そういったパンチ力を持っているハードパンチャーのトリニダード、しかしそれをもってしてもホッキンスのこのガードはかなり硬く感じているようです。それで今までのホッキンスだと、まあ、トリニダードが打った瞬間に入ろうということはありますからね。そうですね、
で、ホプキンスはどう感じてるでしょうね、憶測するならば。いや、圧力は思ったより感じてるでしょう、やっぱりホプキンスも。だからこれだけ、最初から若干、足を使ってロープを、今日一番のいいストレート、右のストレートを出しました、出しました、バナード・ホプキンス、飛びかかっていきました、ホプキンスの右のストレート一線。いやー、うなずいた、まずハマンさんからポイント、ホプキンス10対9です。今のパンチの効果は大きいですか。そうですね、流れはトリンダードうまいプレッシャーかけているなというふうに思った矢先だったんですけどね。原さんいかがでしょう。はい、私も10対9ですね。やはりあの一発は、非常に効果、ポイント取る上では効果的ですよね、印象的です。そうですね、原さん、この第1ラウンド第2ラウンドご覧いただいて、原さん の、はい、その2ラウンドの感想というのはどういう感想でしょう。2ラウンドはですね、お互いに、まあ、神経戦ですよね、ピリ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 したメンタル面での駆け引きをやっている段階だと思います ね。 そうですね、これ最後の右のストレート、お互いにこうプレッシャーをかけて、引くところを引く、間を取って、はい、でまた押し返してプレッシャーをかけ返すという、その精神面のやり取りをしてますよね。トリニダードはもう少し手を出しながらの味方の方がいいでしょうね。あ、そうですか、うん、あ、そうですね、手を出さないとトリニダードのスピードも乗っていかないでしょうからね、うん、でもあの右のストレート一発のパワーはホプキンス持ってますね、やっぱり。だから6年半のパワーですね、感じますよ、トリナードはパワー感じているでしょう。原さん、はい、トリナードのパワーというのはスピードがプラスされたそのキレ、そういったものでハードパンチャーと言われているわけですからね。そうですね、単にその腕力といいましょうか、パワーだけではないんですよね。そうですね、そういったパワーの2人の種類の違いはあります。切れ味ではやっぱりトリナードの方がありますよ。そうです、お切れ出しました。さあ、そのキレを出し始めたか、原さんは何か、トリニダードの場合同じ2人ともパンチがあるんですけども、はい、トリニダードの場合タイプからするパンチャーですよね。そうですね、キレを持ってますよね、はいはい、でホプキンスの場合は同じ強打者でもスラッガータイプですね。なるほどね、パンチャーとスラッガーの違い、確かに振り回しているものの違いのような気がします。右打ち下ろし、よりホプキンスの方がその持っている武器が太くて重たそうですよね。もともと力ある選手ですからね。一方トリンダードは軽いんだけども日本刀の切れ味を持っています。こういった違いが言えるのかもしれません、うん、切れ出しました。おホプキンスがだんだん出てきましたね。先ほどのストレートから気を良くしたか、はい、トリンダードちょっと手を出しておいた方がいいですね、さあ出しました。ホプキンスが前に出てき始めたらですね、体力で押されてしまいますからね。そうですね、まあ流中央でもいいですよ、止めとかんでたんですよ、はい、体力、そして、この映像で顕著なところは身長差があります、6センチ。お互いにいい体を作っています。このミドル級左に、ウィーミングで止まってしまいました、組みつかれています。フェリックス・トリダード必要以上の動きはまだ見せておりません。左、ヘッドスリップ当たってません。だんだんでもトニーダードが浜さんクイックになってきたんじゃないですか。それで手が出ればいいんですね、はい、後ろ背中に書かれた文字がだんだん消えかかっている。それほど汗がだんだんと背中を光らせています。バーナード・ホプキンス、ここまではあれですね、ホプキンスがまあ意外と言ったらちょっと失礼なんでしょうけども、しっかりボクシングしてますよね。ですね、こういうことはやっぱりできる選手なんですね。もともとはこれができるんですよね、はいはい、ですから引き出しの数はホップキンスはいっぱい持ってますからね。ありますね。残り40秒を切りました、第3ラウンドです。トリナード左側に出してきましたからね、ああいうふうにリズムを取るのが大事ですね、はい、ホップキンス先ほど当てた右のストレートが今度はかわされています。あとお互いに相打ちか、相打ちですね。ホプキンスが左を伸ばしていきます、36歳、プレッシャーの書き方、いい書き方をしてますけど、手を出しながらの書き方、右クロス左から右、手を出しながらの書き方が必要ですね。トリンダードはプレッシャーをかけているトリンダードなんですが、また右のスロットもありました。だから自分がプレッシャーかけている間に相手のパンチが飛んできますからね、はいはい、相打ち、琴ゴング、相撲がレフリーも素早い動きを見せました。第3ラウンド、原さんから伺います、はい、10対9、ホプキンスです、私もホプキンス10対9です。原さん、緊張感、2人の動きがかなりシビアに高まってきましたね。そうですね、この3ラウンドはお互いに左の数が増えましたよね。そうですね、で、私目についたのはやはりホプキンスの左が、はい、これも意外と言ったら失礼なんでしょうけど、思った以上に届きますね、トリニダードに。本来スピード、単純に個々のファクターを比べた場合にスピードでは、はい、トリニダードが上回るかなと思ったんですが、この左の付き合いでも意外にホプキンスの左って正確に
ヒットしますね。そうですね、潜り込んでいきましたトリンダード。浜田さん、はい、ここまでの2人の動きを見る限り2週間の延期の影響は出てないようですね。それはないと思います。トリンダードとするともう少し調子に乗せるために、はい、もう少しリズムアップが欲しいですね。そうですね、トリンダードがいつもの速い、リズミカルな動きではありません。だからホプキンスのですね、ガードの硬さを感じているから手が出ないわけですね。右サイド来ました、出てきました。だからホプキンスを前に出さないということが大事なんですね。ホプキンスパワーの違い、自分が分かっていると受け取ったのか、出始めてきています。出始めたらこれは何するか分からんですよ。これを食い止めるためにもトリンダーとしてはまず出すこと、打っとくことですね。打っとくこと、はい、手を出すこと、パンチはありますからね、トリンダードの場合は。だからホプキンスの手を打つ方じゃなくて守る方の手に変えさせておきたいですね。全体の左が当たりました、左が当たりましたね。出しとくまでね、ホプキンスがこれに応じます。打ち合いになりました。右ショートインサイドに落ちました。ホプキンスの右が使います、出てきますね。ホプキンスの右が今日はヒットしています。出てきますね。立ち上がり開かれました。トムト監督なんですよ。そうですね、ランナーさんになりますとパワーが物を言います。ランナー戦は得意としますからね。そうですね、そのランダ戦の中でも、いろいろなテクニックを駆使するバーナード・ホプキンス。フェリックス・トリンダード、今の感じですね、プレッシャーかけながら、はい、ホプキンスを逆らさせるような状態を作りたいですね。そうですね、それで手をもう少し欲しいですね。手数が左リード出ませんね。これがもっとね、数にしてもっと倍以上出てもいいと思うんですが、今までのトリンダード今日は一番のプレッシャーをあるいは感じているのかもしれません。だからトリンダードはホプキンスのガードウェイでもいいんですね、はい、手を出しておくのが大事ですよ。ここまで全勝チャンピオントリンダード負け知らず、一方のホプキンスは2敗を喫していますが、その名はこのクラス轟き渡っています。6年半という長きにわたって王者に君臨しているバーナード・ホプキンス、当然このクラスは俺のもんだという自負がありましょう。左バーナード・ホプキンス、おっと右合わせました。トリンダードロープにあえて入っていっているのか。ホプキンスロープを背負うシーンになりますが、決して止まってはいません。トリンダードが打つ気配を見せると無理をしないですね。ボクシングのかつての都ペンシルバニア、フィラデルフィア出身のバーナード・ホプキンス、お右パンチ切ります。ホプキンスは後ろに下がりながらではありますけど、ペースはいいペースですよ。そうですか、うん、左アッパーを出しました。トリンダードまた右ショートから左フォローしていきます。左はヒットしていません。トリンダードの場合は左の膝をちょっと曲げてですね、左の腕をちょっと落としながら、それで体をちょっと小さく小さく左に前傾しながらリズムを取る選手なんですね。そのリズムを今のところホプキンスが与えてませんよね。これはホプキンスの研究の成果なんでしょうか。研究してますね、研究したんでしょうね。表立ちではこう見えないんですけども、そのホプキンスが主導権を握っているところにそれを感じさせます。トリンダードプレッシャー、また右です、また右です。この最初の右が当たりです。出しておかんとですね、飛んできますよ。ポイントも取ることができません。第4ラウンド原さんから、はい、これも10対9ホプキンスです。私もホプキンス10対9です。ここまではエクショキューショナー、ご覧のように余裕の表情か。36歳、キャリアは十分です。バーナード・ホプキンス、こちらが44戦目、39勝2敗、1分け1向こう試合、 28KO 勝ち、88年10月プロデビューです。原さん、この表情は集中しきった、いい表情してますね。落ち着いたね。落ち着いてますね。おそらくホプキンスとしたら今のところは計算通り、試合が進んでいるという頭があるでしょうね。やはり評論家皆さん言ってましたけども、しっかりとしたテクニックを持った、はい、裏付けがあるああいうハードな、ラフスタイルをね取っていたということになります ね。ただまだオプロトも使っていません。そのバーナード・ホプキンスに現在はトリンダードちょっと手を焼き加減の立ち上がりを見せています。第5ラウンド、ホプキンスは浜田さん、はい、このまま押し切っていこうという体制でよろしいですか。ホプキンスは、ちょっとトリンダードが休む状態があったら前に出ようという、構えをいつでも持ってますよね。そうですね、だからトリンダードはホプキンスを前に出さない状態を作らんといたんですよ。相手のパンチの回に狙ってますね。狙ってきましたね。右がよく当たっていますバーナード・ホプキンス。この流れを変えるために、トリンダードの方が先に今度は仕掛けをしていかないと、そうですね、いけないでしょうね。
なんかどこでどういう形でトリニダードが仕掛けるのか、それを感じ取ってから左を2発続けましたけれども、その後また出しました。トリニダードはもう少し先手先手が欲しいですね、はい、とりあえず左を出すという形が続いているトリニダード、もっと右、この右がキーパンチになりそうです。大きく振ってきました、左から右、これトリニダードが出てこれないというのをハテニスが察知するとどんどん行きますよね。行きますでしょう。トリニダードはホッキンスの圧力と パワー感を感じているんでしょうね、バーナード・ホッキンス、これまで数々の修羅場をくぐってまいりました。脚光は浴びれませんでしたが修羅場をくぐっています。ホッキンス、その勝負感が今働いているんでしょう。相手が出ないならば出ると、しかしそれにしても相手はトリニダード、容易にはいきません。トリニダードはクイックな動きを追い混ぜて決めきています。しかしパンチが出ない、右のストレートを打っています。もう少し手数が欲しいですね、左を出しています。ガードの上でも打っておきたいところですね。このクラスでも十分通用するパンチを持っているトリニダード、その肝心の決めのパンチまで持っていくことができません。左フックを振ってきた、クリンチになりますとホッキンスがやっぱり体力的に勝っているのが分かりますね。お互いにパンチの交換、左を回していきました、外から回します。トリニダード中に入っていくことができない、いや硬いガードだ、ガードがすぐ戻っている、ガードの硬さが見てるでしょう、だから打つところがなかなか見当たらないということを思ってるでしょうね。ガードポジションへの返りが早いバーナード・ホッキンス、だからガードの上でも打っとかんといかんですね。そうですね、うん、一発出してそれで入ろうという感じのトリニダードなんですが、それでは少なしましょう。まず左ック、トリニダードアウトリスはないですからね、はい、まず自分のリズムを測ることですね、リズムを作ることですね。やってみます、ちょっと焦りに出しましたよ。そうですね、うん、あまた右のストレート、このパンチの出し方ちょっと焦りますよ、弾かれる、ちょっと焦ってますよ。相手のペースにはまってしまいそうなトリニダードです。ホッキンス、これがホッキンスの実力です。とにかくこの硬いガード、一回パンチを出したぐらいでは崩せません。あっと左、最後トリニダード左を出しました。ロングと同時か、あるいはその直前か。いやースタンディングオベーション、笑顔が見られます。リングサイド、さあ原さん、はい、何でしょう。10対9、これもホッキンスですね。私もホッキンス10対9です。最後ロングの間際だったんですが、トリニダードの左も見られましたけれども、全般を制していましたホッキンス、ポイントを挙げています。この辺の強引さというのも原さん、やっぱりホッキンスの強さでしょうね。そうです、まあ、仕掛けはトリニダードの方が仕掛けて出ましたけども、それをやっぱり迎え撃つだけの体力と、また準備もホッキンスできてますよね。パンチが少ない人でしょうか、トリニダードが繰り出す浜さん、単発なパンチにすぐにスピードで反応してますもんね、はい、だから本当勝負感を持ってる選手ですからね。だから立場の違いというんですかね、人気の違いというんですかね、トリニダードはいい試合、いい勝ち方をしなければいけないというのはもう頭に入っているわけですよね。ホッキンスは何であれ勝てばいいという気持ちですからね。第6ラウンドです。WBA、WBC、IBF3 つの団体の王座が勝っています。ベルトも勝っています。だからトリニダードの立場も大変な立場ですよね。そうですね、ただ勝つんじゃなくていい勝ち方をしなければいけないわけですから、スーパースターの試練であります。それが課せられた宿命、フェリックス・トリニダード。もう少し早いリズム欲しいですね、トリニダード。トリニダード、とにかくこのクラスに上がったばっかり、タイトルを取ったばかりです。前回のタイトル戦が初めてのミドルでの試合でありました。そしてこれが2戦目。逆に出してきたのがホッキンスです。この左も威力ありますからね、ホッキンスの左も。リードブロー、バンバンバンという感じでタイミングよく出していますけども、ずいぶん重たそうなパンチですからね。うまいですよ、この選手は。でも詰めてきます。詰めてくるのは相変わらずトリニダード。だからそう詰めるときにですね、打つところがなかなかないんで、そのまま前に来ている状態なんですけど、はい、手を打たすのが大事です。左ボディボロー、右、うん、トリニダードシニアは当然指示を出しているんでしょうけども、それができない現状なんでしょうね、おそらく。まあ、ブロックの上、まあ、肘、腕でもいいんだけど、左右ワンツーを出しました、トリニダード。いや、右を返してきます、ホッキンス返してきます、
いやさすがですね、ホッキンスは返しがあります。さあ左連打します。左このペースが欲しい、うん、トリニダード、これちょっと動きたいですね。ホッキンス出るのだとちょっとバックしていいですからね。右のショートのクロス、ホッキンスが怒りの表情あらわ。右お互いにパンチが交錯します。左から右ワンツー、3つ目まで返すホッキンス。トリニダードコールです。会場の多くのお客さんはトリニダード声援、攻めの方を作ります。攻め一辺倒じゃなくてですね、いいの当たったらすぐ動くことですね。ホッキンスいないと思われた、動き止まったか。いやレンナパーからコンビネーション、いい攻めはしてると思ったね、はい、必ず解消ですね。ホッキンスは左3つ続けます。ホッキンスいいの当てた、あ、まあ、もしくはあのホッキンス打たれた後の必ず打ち返しますね。そうですね、ちょっと顔面ガンガンと弾かれています。腹っ端を叩かれているトリニダード、苦しいところです。サイドステップ、髪の横歩き、相手の目の前に立ちはだかりますが、トリニダード、いかんせんパンチが続きません。これだけ普通、トリニダード打つとですね、相手は倒れて、行くのが普通なんですけどね。ガードを開け始めました。パンチが飛んでくるんですね、ホッキンスの。ホッキンスがガードを固めた、そのガードを少し開きかけております、うん、余裕からかガードをオープンにしています。ホッキンスもトリニダード、ちょっとペースを狂わされています。苛立ってますね。これは完全に原さん、ホッキンスのストリートファイトペースでしょう。しかしこれほどオーソドックスないいボクシングができるとは、バーナード・ホッキンス実力者です。第6ラウンド原さんお願いします。難しいラウンドですけども、10対9トリニダードにつけます。私もトリニダード10対9です。お二方揃いました。久しぶりのトリニダードのラウンド、トリニダード取りましたけど、流れは決してトリニダードに向いてないですよ。あえてお二方振り分けるならばというところですね。2人の意外と可愛いマナコをしています。バーナード・ホッキンス、この表情は余裕なんでしょうか。原さん、ホッキンスっていうのはいろんなパンチ打てるんですね、やっぱりね。いろんなことできますからね。左もかなりの角度を持ったいいパンチが来ました。そうなんですね、左のジャブもいいですし、こういう距離が詰まればコンパクトに畳んだ左手も打てます、で接近すればですね、左のボディも、まあ、今日はあんまり使ってないんですけれども、左のボディブローも得意ですからね。このサイドステップからのアッパーも、しかも位置取りも今回り込んでですよね、はい、ステップを踏みながら、左で攻め立てます。それとホッキンスは苦戦には慣れてるんですよね。何戦ですか。苦戦ですね。苦戦ね、はい、苦しい試合、はい、第7ラウンド、ホッキンスは要するに先ほども言いました、簡単な言葉だとその厳しい試合修羅場をくぐってまいりました。バーナード・ホッキンス、トリニダードは自分がいいペースでの試合が続いてまいりました。確かにダウンはあったんですが、それでも自分のリードブロー、あるいはスピードが通用する相手でやってまいりました、はい、次のラウンドにはすぐ自分のペースでしたけどね、今までは。そうですね、取り返しに行きました。積極果敢さがこの辺りでも欲しいですよね、うん、やろうとはしてるんですね。やろうとはしてるんです。相手パンチを飛ぶから、ま、なかなか手が出なくなってるんですね。ポンポンポンと手を出せばですね、というふうに見てると思うわけですけど、その間に相手のパンチが一発飛んでくると、その一発のホッキンスのパンチの強さを感じているんですよ、いかなる日本刀も鞘から抜かなければ、抜き放たなければその切れ味は披露することができません。左取りだと今の感じですね、打ちっぱなしじゃなくて単発で、もうポイント取ることですね、トリガーの。そうですね、左襲いかかっていったのはホッキンス、揉み合いファイトは得意。左のフックは要所で、これまたリードブローが鮮やかに入ります。今度右ストレート一戦、流れは良くないですね。そうですね、ホッキンスに取りましてはいい流れ、トリンダードにしてはちょっとペースを握られています。ちょっとどころではないですね、かなり嫌がってるかもしれません、ね、今のワンツーにしてもホッキンスはタイミングを合わせてる感じですよね、まだ本当に力を込めたパンチという感じではありませんから、あれが力が入ってきたら本当に怖いですね。これが長らくミドル級を続けた余力なのか。もう少し左のまっすぐ左ジャブから欲しいですね、トリニダードは、今いい感じで追ってはいるんですね。そうですね、追ってはいますけど、左欲しいですね、今の感じで。左を出しましたトリニダード、さあペースをこれから作ることができるか、スーパースタートリニダード、左出し、お互いに必ず相手の左が入りますとホッキンスは一発返します。そうなんですね、打たれたら必ず打つので、今度は3つ目まで行きました。右のクロス、クロス、もう一回、これはパンチで止めました。パンチで止めているトリダード、パンチは面白いですね、ホッキンスはまだ手綱を絞ったまま、いつゴーが出るのか、左、あるいはそれをトリダード待ち受けて応戦することができるか。
その前に自分からショートで入っていきました。ホッキンスが出てくると怖いですからね。だから出させないようにもう少し手が欲しいですね。はい、足を使いながら、まあ、いつもの足の使い方ではありません。左を出しながら、それもいつもの左の使い方ではありません。フェリックス・トリンダード、ずいぶんホッキンスのガードの硬さ感じているんですね。硬いですね。相変わらず開けるような余裕のジェスチャーを時たま見せる、バーナード・ホッキンスガードポジションなんですけれども、これがまた硬い分厚い扉です。7ラウンド目、浜さんお願いします。ホッキンス10対9です。はい、私も10対9ホッキンスですね。この方たちがニューヨークの復興に、携わっているナショナルガードの方たちでしょう。リングサイドに呼ばれています。さて、打開策を探りたいんですけども、原さん、あえて言うならば、その左を出す以外にトリニダードどんなことをすれば何か、お考えありますでしょうか。そうですね、もっとステップ踏んで左側にですね、回り込む、そういった動きもあっていいんじゃないかと思うんですね。回り込む、確かにフットワークはもっと大胆に使えますもんね。そうですね、使える選手ですもんね。はい、もっとちっちゃくステップを左に踏んで、そんでサイドから切り込むような、そういった動きがあってもいいと思うんですね。サイドから、はい、はい、第8ラウンドです。相手の表情をじっと見つめていました。トリンダード、 WBA のタイトルを持っています。ホプキンスは WBC、IBF、 特に IBF は長らく防衛してまいりました。今回今日勝ちますと、その一つの IBF のタイトルの防衛戦ということになりまして、14度、これがアルゼンチンの名選手カルロス・モンソンに並ぶ記録であります。お、左を下げましたね。あ、出ていきます。左を下げています。出てくると怖いですからね。怖いですから、トリナード動きながら打ちたいですね。左、もちろん狙いはこれ右ストレートでしょう。右をアドボの下にピタリとつけまして狙いを定めています。トリナード本当に苦しい試合になりましたね。この右の大砲を使うために左のガードを開いたのか、バーナード・ホッキンス勝負のラウンドか。いや、ちょっと誘ったんですね。あ、右ショートのクラス、もう一回右、食いすぎてますからね。それと同時にトリンダードも出てきている。ちょっと正面すぎますよ、トリンダード正面すぎますよ。真っ向勝負になっています。正直すぎるトリンダード、 2,3 発打ったらパッとは離れていいですからね。これが2人が持っているボクシングに対する性格か。真っ向から言っています。トリンダード本来はこうではありません。負けん気があるでしょうね。ホプキンスは余裕を感じさせます。ホプキンスはさあ待っています。飛び込んでくるのを待っています。ホプキンスがその誘いに乗って、いや、トリンダードその誘いに乗って入っていくのか。打っていかないと流れ変えられないんですね。入らざるを得ないんですね。それで、ちょっと焦りがあるんですね。で、先ほどの話、入っていくにも入り方がある。サイドからやっぱり入っ、結構まっすぐですもんね。ただサイドから入ると難しいですからね。ビグラッパー、あらら、なんと、一発で今の感じで手数は当然正面飛ばしてるからそうなるんですね。あらら、右のショートが左引くか、打たれます。だから自分で打ったらすぐ離れればいいんですね。また左、だから後手に回っちゃいかんですよ。完全に後手、相手は2歩先行ってるようです。シャッフルして見せますが、これは強がりにしか取れません。トリンダード、今みたいに打った瞬間動けばいいんですから。ビグラッパー、打った瞬間そのまままた待ち構えてると必ず飛んできますから。トリンダード得意な右のストレート、あるいは左の今動けばいいんですね。止まってると思われますよ。タッパーもまだお目にかかりません。ボディを叩いてみます。ボディも硬そうなボディだ。左を出しておきます。両者が休みます。28歳トリンダード、36歳ホッキンス、ベテランがここまで優勢に試合を冷静にしかも進めています。ボディブロー、ボディブロー、ちょっと正面ですな。ホッキンスのダブル、ここで今のところで動きたいわけですか。そうなんです、ね、まず打ちましたからね、打った後そこに動きたいんですね。その場に行くと左服飛んでくるわけですよね。だから自分も打とうとしてるから正面にいるわけですけどね。自分が打つ前にホッキンスのパンチが飛んできますから、だから自分だけ打ってまず下がればいいんですね。相撲がレフェリーいい仕事してます。第8ラウンド終了しました。浜田さん、ホプキンス10対9です。はい、浜さん、はい、私も10対9ホプキンスです。ホプキンスはいいラウンドを原さん作りましたね。そうですね、まだまだ、次の段階にはホプキンス行ったと思うんですね。ですがまだ本当に勝負はかけてないですね。この選手の本当の奥の深さっていうのを改めて
今感じさせられましたね、はい、右のストレート、まあ、スウェーデン若干逃してはいると思うんですがパワーをそれでももらっていることは間違いありません。 WBA チャンピオントリニダード人気者、まあ、ここで本当にトリニダードにダメージが感じられればホプキンス一気に行くんでしょうけども、まだまだこれであのトリニダードが前に出てきますよね。そうですね、そうすると自分が下がってまた前を取ったり、そういうやり取りをしてますから、はい、まだ、まあ、ホプキンスとすればまだ第2段階ですね。あ、そうですか。その、トリニダードとすればまだこの段階の時に、流れをガラッと変えたいところですよね、はい、さあ流れは変わるのか。第9ラウンドです。3つのベルトがかかった大事な統一戦、久しぶりにこのミドル級が統一されようという一戦であります。浜田さん、はい、VTR 見たと思ったんですが、はい、ホプキンスは何気なく頭もぐっと低いところから上げてますね、相手の顎のあたりに。それが実戦で、やってきたものなんですよね。左、強烈な左、ね、3つ目のパンチとして頭を軽くではありますが先ほど使っているシーンも再現されていました。何回も使うんですよこの選手は。そうですよね。お、左をこすっていきます。近づくと完全にパワーの違いが如実に分かってしまいます。9月15日当初予定で行われるはずだったこのマイソンスカー、右のクロス、ビッグストレートクロス、これ食ってくるとダメージ残りますよ。かなりもらい始めました。フェリックス・トリニダード、ニューヨークのお客さんが、世界のお客さんが抱いているイメージはトリニダードに偏ったものだったのかもしれません。夢をトリニダードに託したのか、あるいはホプキンスの素晴らしいこのパンチ力に夢を託した人もいますでしょう。ビッグストレート、トリニダード。しかし一つ言えるのは間違いなくこの2人がここで限りなく素晴らしいパワーを発揮しているということです。パワーを市民に与えています。トリニダードがリズムを取り戻そうというところなんですが、トリニダード足をかなり鮮やかに使い始めます。踊るようなダンスをするような足を若干見せ始めました。世界戦93度目スティーブ・スノーガーさん、だからトリニダード、トリニダードは自分で最初に打っていて、それで相手が、ホッキンスちょっとでも打つ気配だったら、まあ、下がればいいんですからね、はいはい、今の感じで前へ行って時に打たれてるんですね。常に前へ行こうとしてるね。自分だけ最初前に出る瞬間に打って下がればいいんですね。お互いに左頭を動かします、上体を動かします。これは止めましたけど、なんとも重たいパンチ、そうですね、止めましたけどブロックも多いですけど上体動きますもんね。威力ありますね。3階級目トリンダード、かなり今このミドル級に本当のミドル級の壁に苦しんでいるところです。ウェルターから始まりました。そしてスーパーウェルターを経てミドル級3つ目の階級トリンダード、まあ、ミドル級に苦しんでるっていうよりもホプキンスに苦しんでる、ね、その通りですね。他のミドル級はおそらくこのトリンダード、ああ右のストレート入れ替わった、今のいいパンチですね。右のストレートを放ってもうその場にはいません。バーナード・ホプキンス死刑執行人、じわりじわりと締め付けていきます。ホプキンスはまだ大事にいってますね。右です。これでホプキンスが前に出ると怖いですよ。そのパワーは決して全開ではありません。まだ8分から9分の力、その程度でしょう。松左右、ホプキンスもまだ警戒してますね。あ、そうですか。ホプキンスもこれだけの攻めを見せながらトリニダードを警戒しています。それだけの選手なんでしょう。大興奮。第9ラウンド原さんどうですか、はい、10対9ホプキンスです、私はホプキンス10対9です、はい、ホプキンスのラウンドが積み重なっています。お二方揃った第6ラウンドを除いて第1ラウンドはお二方割れましたけども、他はホプキンスというラウンドが続いています。でもホプキンスの顔は腫れているという感じではありません。エンスウェルでちょっと腫れ止めの防止をしているようですけども、トリニダードですね。あ、ごめんなさい、トリニダード、はい、そうですね、相変わらずね、綺麗な顔は保ってます。バルガス戦などはまあ12ラウンドまで行ったんですけど、あの時はちょっと腫れましたもんね。そうなんですよね。ということは、まあ、うまくは力は 100% もらってないでうまくは逃しているのかもしれませんが、体調はいいんでしょう。しかし本来の動きをさせてもらえません。フェリックス・トリニダード、一方バーナード・ホプキンス顔がより一層怖く感じられます。左を出していきました。3団体統一戦、マジソン・スクエア・ガーデン伝統のこの名会場では、この統一戦のミドル級は84年ハグラーがムスタファ、ハム賞をノックアウトした あの試合以来ということになります。
しばらく統一が遠ざかっていました。マービン・ハグラー以来の統一王者トリニダードなのか、あるいはこのままの勢いでホッキンスなのか。お互いに左の交換、左常に一発多く出す、あるいは一発以上多く出すホッキンスです。右のストレートから変わって潜り込んでいきたいんですが、左右、左右アッパー、そして右ストレートのコンビネーションを見せます。打たれ続けています。まっすぐ行ってしまうトリニダード、焦れば焦るほどまっすぐになってくるんですね。そうですね、これほど正直な動きをする選手じゃないんですけども、焦りあるいはバーナード・ホッキンスの硬さがこれをさせているんでしょう。どうやったらブロックが破れるかっていうふうにずっとやってはきてるんですけどね、本当にブロックの壁の厚さを感じているんでしょう。ミラカーです。原さんどうですか。ただトリニダードはやはりあれですね、あれだけ切っても前に出ます。本当に気が強いですね。強いですね、両者に言えることです。切ってますね、カウンターを、ね、カウンター荒らすことができるか。トリニダードホッキンスがミドルクロスから左フック、いやアッパーを振り上げていました。今度右アッパーだ。怖いパンチを続々と繰り出してきます。トリニダードは勝負どころということをですね、これも下がったら、ホッキンス出てきますからね。さあトリニダード出てきます。逆にそれは左フック、そして右、右を返しました。ホッキンス、トリニダード、そしてホッキンス、個人の力を込めたフックのパンチを繰り出してきます。すごい打ち合いになりましたね。レッパーです。トリニダードいきます。勝負どころ10ラウンド、もう1回いった。ホッキンスはアッパーカウンター気味に払ってきます。手が出ません。ここに来てトリニダード手が止まりました。もう全力でぶつかってますからね。ミルクラス、ショートクラス、これ続けて、続けてくると危ないですよ。トリニダード危ないですよ。だいぶもらってます、かなりもらってます。まだ右のショート、右ショート、全てカウンター気味に入ってきます。今までのトリニダードだったら倒れているでしょう。こらえています。これがチャンピオン、無敗の王者の意地があります。3階級制覇のトリニダード大苦戦。本当に苦しいですね。あ、下がってしまいました。トランクスを直します。随分出てしまいました。ノーファールカップが左、右のクラス、遠いクラス、また右、この右がイング入ります。右ショート、トリニダード返しました。トリニダードはここから相手のオープンの箇所を探すことができますでしょうか。いやもう本当に体を預けながらですね、体の体重乗せながらやっております。ふわついた、ふわついた、決まりました。危ないゴングです、ゴングです、完全にゴングです。レフリーをもうしっかりと入るべきでしたね。今ここへ来てちょっとスティーブ・スノーガーレフリー入りが遅れました。あるいは歓声で聞こえなかったのか。テレビとしてはマイクが拾ってますので聞こえたんですけども、入ったんですけど、一瞬間を置いてまた打ちましたからね。ちょっと出たのを許しちゃったんですよね。でもかなり大きなぐらつきを見せましたトリニダード。そのぐらつきを見てホプキンスの倒し屋の本能が働いて出てっちゃったんでしょう。次のラウンドホプキンス出てくるでしょう。このラウンドは聞くまでもないようです。ホプキンスでしょう、二方でも。ホプキンス10対9ですね、はい。今のラウンドトリニダード勝負かけたんですね、ですがそれを、ホプキンスが迎え撃ちましたということは、原さん、はい、この後トリニダード失速する可能性もありますよね。あれだけいきました。そうですね、自分の打ち疲れも当然次出るでしょうし、最後の最後でダメージ残しましたね。ここでホッキンス出ると思いますよ。まるで操り人形的な動きを示してしまいました。そのストリンダードかなりガクガクしているようです。あ、そうですね、ホッキンス、足の踏ん張りが今ちょっと効かないですね。赤のトランクス、ホッキンス完全にこれ狙ってるような感じがありますね。これ一発狙っています。ホッキンス、ね、さあちょっと いつもの状態ですよ。ホッキンスの公認です。左、いつもの感じですね。こらえる力がない、止めたのか、いや違います。一瞬止めたのかと思いました。これはスリップだというそういうジェスチャーです。トリニダード、ホッキンス、一発屋の本来のやり方に戻しましたね。出ますか。一発狙ってますよ。さあホッキンスが仕上げにかかります。やはりこのホッキンスの壁は厚かったのか。トリニダード、ミラッパー一発慣れてますね。決めにかかった、ミラッパー一発慣れてますよ。ホッキンス不気味に、もうステパンチは打つ必要ないんですね。この選手は冷静な表情で襲いかかります。トリニダード苦しいですね。顔は痛って冷静。いやトリニダード苦しい。ホッキンス、さあ右のクロス、左から右、トリニダード苦しいですね。ストレートを出していきます。トリニダードはもう精一杯。これで余力残ってるかどうかなんでしょう。もう一息です。フェリックス・トリニダード大苦戦、苦しい、息が上がっています。肩が波打っています、膝が割れています。原さん、これ動
ンしてますもんね。ああ、ビッグクロス。大地さん、左だ。まだ倒れない。まだ倒れない。トリニダード食らいます。いや、危ないですね。プエルトリコの大ヒーローの意地です。倒れません。これがホプキンスが闇雲に突っ込めばまだトリニダードチャンスあると思うんですね。左フック合わせるチャンスあると思うんですけど、それをさすがにホプキンスはしませんよね。健康一滴の逆転のクロスか何か話すことができますが、ホプキンスはしません。ホプキンスはもう一発狙いですからね。無駄打ちしてないですよ。さすが執行人バーナード・ホプキンス、チャンスをしっかりと見定めております。まだ早いというようなところでありましょうか。まだホプキンスはこの後に及んでも、自分のリスクを最小限に抑えながら、チャンス狙ってますよね。ハンドフスピード、こういうパンチも打つことができます。バーナード・ホプキンスやりたい放題になってまいりました。それでトリニダードのですね、足に踏ん張りが効かないからですね、いいパンチが打てなくなりましたね。多くのトリニダードに希望を託しているファンの皆さん、ここはもう本当に祈る気持ちでありましょう。バーナード・ホプキンス完全に自分のペースで左フック、ものすごい左フック。今浜田さんどうだったんですか。今パンチはミラパンチだから完全に一発狙いなんです ね、うん、わずかにガードもできたんでしょう。トリニダードの打ち返し、あーストレート、左右パンチを集めてまいりました。ホプキンスはまだこれだけの余力を打って打つことができます。苦しいですね。長い6年半という歳月は伊達ではありません。11ラウンド目終了です。あーこのホプキンスがコーナー間違えましたね。それだけ入れ込んできたと、打ち込んできたということなんでしょうか。トリンダードのアピールがちょっと虚しく映りました。原さんどうです。ポイントは10対9ですね。私もホプキンス10対9です。ただまだトリニダード全く勝負を捨ててないですよ ね、 ですね、はい、まだまだ一発で倒してやるというそういう執念を感じさせますよね。それは伺います。怖いパンチがこの辺り続きました。でも原さん、トリニダードはこれ打たれ強いというのか、はい、倒れませんね。そうですね、これだけパンチをですね、ミドルの本当のミドルのパンチをまとめられたらちょっと耐えられないんじゃないかと思ったんですけどね。スローだと意外と分かるんですが、浜さん、はい、結構殺してるパンチもありますね。ありますけど、もらったパンチももちろん多いんですが、これだけ打ったら効きますよ。ラストラウンドです。でもトリニダードはやはり本当に気持ちも強い選手ですね。そうですね。あとはトリニダードノックアウト負け覚悟で、ノックアウト狙う気持ちも必要ですね。満員と言っていいでしょう。多くのファンの皆さんが集まりました。ニューヨークマンハッタンマジソンスクエアガーデン伝統の会場で左フック。 WBA、WBC、IBF3 つのベルトがかかりました。ミドル級の王座統一戦、マーベラスマービン・ハグナーの統一が間近です。このままの勢いはホプキンス、勢いは完全にホプキンス。左フックになります。そして右、ワンツーから完全に攻撃一本になりました。いや苦しいですね。ホプキンスこうやって打たれて来られると苦しいですね。襲いかかります。ホプキンスガードに走っています。守りに回っているトリニダード、トリニダード立て直す時間を与えないですね。WBA のトラムコのベルト一本獲得しているベルト、危ない、やられましたな。今のパンチは狙ってましたね。ベルトが遠ざかります。統一も遠ざかっていく。危ないか、危ない、遥か遠くになりました。ストップか、立ち上がった、危ないですね。あー、ストップ。スモーガーレフリーはどうする。セコンドが入ったように見えましたけどね。タッチをアピールしている。入りました、あ、入ってますね。試合終了です。試合が終わりました。あー、そうですね。もう12回力をなくしたところで今のパンチですからね、止めた方がいいでしょう。そうですね、止めた方がいいでしょう。ホプキスはこれ以上ない喜びを体いっぱいで表現しています。トリニダードが余力残っていればまだ、させても可能性はという感じがあればですね。そうですね、もう力出し尽くした中でのダウンですからね。伝説の名選手マーベラスマービン・ハグラーのその次に王座を統一させたのはこのバーナード・ホプキンスでありました。敗れたトリニダード、ヒーローが落ちました。初めての黒星です。まあ立場の違いっていうんですかね、トリニダードはいい勝ち方しなければいけないというのが常にあるんですよ ね、 そうですね。だから前に出て前に出て、このクロスはすごかったですね。もう打
垂れ尽くした中でのこの一発ですからね、それでホッキンスはどうなら勝てばいいんですからね、だから自分で組み立てるようなボクシングはしなかったわけですよね、町のボクシングしていて、まあ、流れたボクシングですから今のは。そうですね、最後のインサイドのショートのパンチは原さん、このミドル級を統一に値する見事なパンチですね、強烈なパンチを一線させました、角度で顎に入りました ね、 ホッキンス強し、ドンキングが祝福に早速上がってきています。これで IBF のタイトルだけを見たら原さん、14度の防衛ということになったんですね、はい、モンソンに並びましたね、ミドル級の防衛回数ではカルロス・モンソンに並びました。これでホプキンスがもう自分の力を持ちまして証明に成功したわけです。パウンド・フォー・パウンド最高の一角と言われたトリニダードを崩しました。ホプキンスが現時点ではその勝負を手に入れたと言ってもいいでしょう。これからの展開は分かりません。しかし現時点では間違いなくその強さを発揮したと言っても原さんいいんでしょうね。すごい強さでしたねこれね、本当に強かったですね。こうなっていくとこのホッキンスの今後の展開が余計注目されます。リング上では敗者からインタビューが行われる段取りになっています。ですからそれが行われ、つまりトインダードのインタビューが行われ始めましたら、そのままお聞きいただきたいと思います。で、両者のインタビューが終わった後、あるいは片方ずつのインタビューが終わった後、原さんに、訳していただきたいと思います。興奮冷めやらぬというリング上です。まずはコール。 Ladies and gentlemen, we have the time of 1 minute 18 seconds in round number 12. Our referee in charge, Steve Smoker, recognizes the corner and stops the contest. The winner by way of technical knockout, tonight earning his place in boxing history as he is now the undisputed middleweight champion of the world, Bernard the Executioner.この大一番判定はありませんでした。12ラウンドしっかりと決着をつけていますバーナード・ホプキンス。12ラウンドラストラウンドの1分18秒、テクニカルノックアウトでした。さあまもなくテレビスタッフインタビューアーなども上がってきているようです。皆さんにご紹介するのは先に敗れたフェリックス・トインダードの段取りになっています。ただトインダードはそのインタビューに応じることができるかどうか。巨大な星条旗のもと、大試合が行われました。お、これはトリニダード、そうですね、ティトと、まあ、自分を応援してくれた全てのファンの皆さんに、まあ、これは一つの感謝でしょう。感謝の意を表しているようです。ナイスバイですね。ちょっとこの分ですとインタビューは若干遅れそうです。まあ、トリニダードも3階級目、よくやったということなのかもしれませんが、ホプキンスの実力をまざまざと証明するその格好の相手とされてしまいました。さあ、それではお聞きいただきたいと思います。そのまままずはお聞きいただきます。I feel okay. I came to win. Hopping is a great fighter. I lost, but I always come to win. I love. He's a good fighter. He's a good one of the best. This was not only a loss. He really dominated him tonight. Has he ever in at all ever had a fight where he was just totally dominated? ¿Tú has tenido alguna pelea alguna vez que te dominaran durante toda la pelea como en esta?
Yo pienso que no estaba dormido con la pelea. Yo estaba haciendo una gran pelea. Era un buen peleador, pero yo pienso que la pelea es posible que la pelea estaba bien pareja, pero no creo que me estuviese dominando ampliamente jamás nunca. Maybe fight was more or less even until we came the down. What was the point where he really felt that he was hurt and really in trouble? Cuando tú te diste cuenta de la pelea que estabas lastimado y en problemas. Bueno, lastimado cuando me tumbó por primera vez, porque a ningún peleador le gusta que lo tumben. Me tumbó, sentí la mano, pero me levanté nuevamente a pelear. Sí. That was in the fourth round. I threw his hand. He hurt me. I was down. Nobody likes that. I was hurt. That was in the 12th round. Can he talk about the disappointment he feels now, and does he think about the future right now? Tito, ¿te sientes desilusionado por lo que pasó y estás pensando qué va a ser en el futuro? Sí, vamos a sentarnos a hablar, vamos a sentarnos a analizar lo que va a ser el futuro mío. Si hubiese ganado, iba a ser igual. Iba a analizar el futuro mío. Y de verdad que yo mismo me siento orgulloso porque yo soy un gran peleador, he demostrado por mucho tiempo que soy un gran campeón. Well, we have to sit down and discuss about what's going to happen next. Right now, we're not thinking about the future. We're going to sit down eventually and see what's going to happen. I have been a great champion. Everybody knows that. And I don't feel bad when I have one loss. What would you like to say to the people of Puerto Rico? ¿Qué quiere decir a tu gente de Puerto Rico? A mi gente de Puerto Rico, verdad que yo me siento orgulloso de ser puertorriqueño y espero que mañana y el de mañana estén conmigo nuevamente. De verdad que se sigan hacia adelante. Es posible que algunos no se sientan muy bien porque perdí, pero yo lo siento, quiero decirle a todos ellos que yo los quiero, los amo y espero que ellos me quieran igualmente, aunque perdí, y mañana me esperen en el aeropuerto y me demuestren que me querían de corazón. Proud of my people of Puerto Rico. I hope that they will be backing me tomorrow. I lost and they will be backing me and show me that they love me anyway, no matter what happened in the fight. Thank you, Bobby. Thank you, Tito. A great, great champion. Quiero decirle a toda mi familia en Puerto Rico que los quiero, los amo. De verdad que el deporte boxeo es fuerte, siempre lo he dicho. Pero no se preocupen, que Dios tiene que estar bien. Estoy bien y eso es lo más que puede valer en este momento. To my family, I want to tell them that I love them. This fighter has a very hard life, and this can happen, but I feel okay. They don't have to worry about myself because I'm feeling in good shape right now. Thank you very much, Bobby. Tito Trinidad, just as proud in defeat as he is in victory. Let's go back to the colonel. 敗れましたトリニダードのインタビューでした。この後勝ちましたホプキンスのインタビューがあると思います。間があるかもしれませんが、後ほど原さんに今トリニダードがスペイン語で語ってくれたんですが、それを訳しました英語の方をさらに、カイチマンで、お聞きしたいと思います。ちょっと時間がありそうですね。まあ、原さん、これからのことはこれ落ち着いて考えると言ってたようなことがありましたね。そんなようなこと言ってましたね、はい。ちょっとじゃあ、じゃあどうしましょう、今行きましょうか。言えるとこだけ、かいつまんでなんですけども、はい、まあ、試合負けたけども自分としてはそんなに悪い落ち込んだ気分じゃないと、はい。まあ、ホプキンスに対しては、非常に素晴らしいファイターだと、はい、強かったと言ってましたね、はい。ただ自分ではいい試合だったんじゃないかと、そういうことも言ってますね。で、インタビュアーの方がですね、ペースを取られてたようだけど、こんなことはこれまでなかったんじゃないかと、うん、振ったことに関しては、ね、トリニダード自身はですね、自分ではダウン食らうまでは、イーブンだったと思うと、まあ、12ラウンドに、倒されたのは非常に残念だと、まあ、ダウンもしてしまって、はい、ファンには申し訳ない、と思うと、はい、そんなようなこと言ってますね。で、あと今後についてなんですけども、はい、トリニダード本人は、落ち着いて、ゆっくり考えたいと、はい。ただ1回負けたぐらいでですね、聞かれるかもしれません、はい。じゃあまた改めて、そうですね、ちょっとお聞きいただきましょう。
改めてインタビューという形では勝者にしないんでしょうか。皆さんにご覧いただいているのは世界に配信されている映像です。先ほど2人が言い合ってましたけども、どうやら旗に関することを、バーナード・ホプキンスの方から言っていたようです。そうですね、アポロジャイズという言葉ありましたから、なんか旗をプエルトリコの旗を投げ捨てたのを、この場で謝りたいと、この試合が終わったんで、自分がプエルトリコに行ってそのことをプエルトリコのみんなにも謝りたいんだと。なるほど、そんなことようなことを言ってるようですね。ニュースカンファレンスでニューヨークで、それから、プエルトリコで両方であったんですが、両方で旗投げたんですよね。そうですね、特にプエルトリコの場合は、プエルトリコの集まってたファンが、ホプキンスを追いかけるようなシーンもあったんですね。まあね、相手の国でそれやったらそうなりますでしょう。まあ今の発言を聞きますと、ちょっとやっぱりある程度計算してそれをやった、行き過ぎということもあるんですが、やったようです。 VTR をご覧いただいています。もうでもやっぱりボクシングもあれですね、勝負が決まる、終わればもうすべて、まあ、チャラというか、それまでの遺恨というのはお互いにもう消えるんですかね。確かにそういうところは、ね、ありますね。まあ、そのショーアップのためというのはある程度お互いに、理解し合えるのかもしれませんが、現在のこれ、ライブの映像を引き続きご覧いただいています。じゃあちょっと時間あるようですね。先ほどの続きになりますね。ね、はい、トリニダードのコメントなんですけども、まあ、今後については落ち着いて考えると、1回負けたぐらいでこれまでの実績に傷がつくわけじゃないじゃないかと、自分が、グレートなチャンピオンに変わりはないだろうということですね。で、今でもプエルトリコを誇りに思うと、自分は負けたけどカムバックしてみんなのためにもこれからまた頑張ると、そう言ってますね。はい、まあ、ボクシングだから負けることもあるだろうと、そんなようなことを言ってましたね。確かに浜さん、黒星は初めてつきましたけども、トリニダード自身 その魅力あるいは商品価値、ボクシング的な商品価値というのは、まあ、いやもう実績もあるし、今日の試合でもですね、やっぱりいい勝ち方しなければいけないという意欲がありありと見えているわけですよね。だからそれを、まあ、やっぱり、お客さんも評価してくれると思いますよね。最初から逃げて逃げて倒されたんじゃなくてですね、攻めに行って攻めに行って、なおかつ苦しみながらもまた攻めに行って、最後疲れたところ一発大きいの食ってしまったと、まあ、勝負の世界しょうがないなということだったんですけどね。これで原さん、トインダードは、まあ、これをいい方向に考えるならば、そのスーパーヒーローからの呪縛から逃れられるかもしれませんね。次の試合からその人気者の戦い方に縛られるとするならば、ているとするならば、そうですね、まあ、精神的にはどうなんですかね。肩の荷がちょっと降りているのか、あるいはさらにまた火がつくのか、まあ、トリニダードの性格からしてですね、これで終わるとは思えませんから、逆にまた火がつくところあるんじゃないですかね。いつ来るか、巡ってくるか分かりませんが、ホプキンスにリベンジということも十分考えられます。ステップアップしてロイ・ジョーンズとやりたいみたいな話も、あったんですが、逆にホプキンスがそういう目が出てきたということになります。これはやる方向だという情報が伝わったんですが、チャンピオンのホプキンスにインタビューはなかなかないですね。各国で同じような多分コメントをしていると思いますけども、このまま映像が途切れてしまうというのが一番心配されるんですが、まだまだお客さんは多く残っています。 WBA、WBC、IBF この3本のベルトを手に入れましたのはバーナード・ホプキンス。これからのホプキンスは歩み方がだいぶ変わってきますでしょう。右フックを入れた後、まあ、just, 始まりましたね。 Photogs want a picture of Bernard with the belts, so we're obliging them, Colonel, just for a second or so. Because you know why? There are more of them than there is me. That's why we're doing this. But there's Bernard Hopkins with
all three belts, and I don't know if there were too many people that thought that this guy would be holding three belts before he went. All right, we're ready to go, Bernard. さあ、インタビューをそれではお聞きください。Bernard, let's go. Talk over here. All right, Bernard Hopkins. I don't think that there were too many people outside of the city of Philadelphia that thought this would happen. What do you think? Well, I disagree. You must not live in Philadelphia. I have great fans there. I have great people there. The mayor of the city, Mr. John Street, is very proud of me. Philadelphia is very proud of me. Let me tell you, I like to first give all the New York City, everybody that's helping the tragedy that's happening with the fire department and the police officers that lost their lives. You know, they are real true warriors, and they deserve the credit more than I do. I just wanted the opportunity to prove that I am the best middleweight, and I never had the opportunity until now. I'm gracious as a warrior, but I would defend not only my life, but I would defend my title at any given time like a true champion. I am a role model. I am the great story of USA. You know, I'll term what you did tonight maybe aggressively deliberate, because you stayed with your game plan throughout 11-plus rounds. You never really varied from it at all, even the times when you had him in trouble. I had to, because I knew that, you know, patience is a virtue. And I knew that as long as I had patience, we had 12 rounds. And if it went 8 or 9 or 10 or 11, I was prepared to show that I am what I am. And, you know, time would tell. You know what I mean? I matched Monzon's record. I will match it next. I will break it, excuse me. I just need the opportunity with the best fighters in the world to prove that I'm one of the all-time great middleweights. And I'll leave that up to y'all. I'll leave that up to the fans who spend good money, you, who got a job to do, and I have a job to do. So I'll leave that decision up to the fans of the world, like champions should do. When did you think you had control of this fight? When he signed the contract. I knew I was a better middleweight. Honestly, not cockiness, not arrogant, but I know I'm the best middleweight. People say it, but you got to prove it, man. I'm a throwback. I'm the new creation of Ray Robinson and Marvin Hagler. I just needed the opportunity. At 36, I got it. Well, that's it. You took my next question. How in the world does a 36-year-old go against Felix Trinidad and dominate a fight so much? What was it that you knew? What was it that you saw looking at his fights that gave you the feeling that you could come out and do this like this? I'm physically strong as a middleweight. I got good speed. I got good power, as you've seen. And I can take a good shot. Trinidad hit me with his best shot. And I said it through the press, quietly, but not boldly, that once Trinidad realized that he can't hurt me, the fight's over. Roy Jones said it best. Bernard Hopkins is a man. And that's why he haven't fought me in 6 and 7 and a half years, since 93. Let me tell you, man, I don't see no one beating Bernard Hopkins but Bernard Hopkins. And I really mean that. I train hard. Yes, I'm glad to beat undisputed middleweight champion of the world. But guess what? I'll be in the gym Thursday. Really? I'll be in the gym. That's my MO. I take 3 days off. I enjoy my wife. I got a 2.5-year-old daughter. And I will be in the gym. I have two quick questions for you. First, I don't have no quick answers. I know that. I know that. Prior to the fight, what was the deal with the taping of the hands? Well, I was in my dressing room. You know, I get blamed for everything. When I was in school, I got suspended when I didn't do anything. And a lot of times it was for stuff I did the day before. I'm in the dressing room. My trainers for 13 years, Mr. Bowie Fisher, they seen that something wasn't right. They seen he had tape on his bare hands and then gauze and then tapes. You're not allowed to have bare knuckles tape. But I got blamed for it. Look, my action speaks louder than my words. People are judged by their performance. They should be. Whether you're a politician, whether you're a great analysis like you are, I guess that you believe you are, you're judged by your character and your performance. But I got blamed for playing head games, and it was my people that's working for me to do their job. If they see something wrong, they speak on it. Well, no one's blaming you tonight. Final question now. What's next? Do you do this again with Tito? Do you go for Roy Jones Jr.? Do you look for De La Hoya? Or we know you're going back in the gym in 3 days, but what happens after that? Truthfully, and I always give an honest answer, because, you know, people get caught up in the highlight of success and they say the wrong things and then got to recant it later on. And everything has been documented now, and everything has been heard. I'm not going to let my emotions ride. Look, De La Hoya right now, I believe, deserves the opportunity to redeem himself. Roy Jones is not in my radar, because Roy Jones played a really, really disrespectful game with me when we had the opportunity to fight in February. But $20 million would change my mind quickly. And I would love to have the opportunity to redeem myself, but I want Oscar De La Hoya.
I will fight Oscar De La Hoya anywhere, any place. You know why? Because Bernard Hopkins is the best middleweight in the world from the last 20 or 15 years, and I want to prove that to the fans, and I hope I did it tonight. Well, you sure did tonight, and I'll tell you something. If we could ever get you to open up, we'd have a very good interview. Colonel, that's it. Bernard Hopkins, the middleweight champion of the world. Let's go back to ringside. 統一チャンピオンバーナード・ホプキンスのインタビューをお聞きいただきました。それではスタジオに戻ったら原さんにお願いしたいと思います。いやこの最強決定戦まさにね衝撃的な試合になりましたね。中身の濃い12ラウンド、森尾選手に拍手ですね。そうですね。でも特にホプキンスがすごかった。強いですねやっぱりね。びっくりしました。いや正攻法であそこまでやりましたからね、強しという感じなんですが、そのホプキンスどんなことを原さん言ってました。はい、一番で教えてください。そうですね、あのまず最初に、まあ、この今回 の, あのテロに関したようなあれなんでしょうけども、はい、あのニューヨークのみんなに言いたいんだと、消防やあの警察の方は非常にあの勇敢に今動いてるんじゃないかと、いうことを言ってますね。はいはい、で、まあ、試合に関してなんですけども、はい、あの自分があのナチュラルなミドルの選手だと、でアメリカのサクセスストーリーの、頂点に立ったんだと、うん、そんなこと言ってますね。で、試合に関してなんですけども、今日は、自分のペースをキープしながら、特に8ラウンド、9ラウンド、10ラウンド以降は、いつ、フィニッシュしようか、うん、そのチャンスを伺ってたと。でしかもあの焦らずにと、はい、いうことですね。でまあ、この試合が決まった時点で自分はこういう結果を自分なりには予想してたんだと。決まった時点で、そうですね、あ、勝ちは分かってたんだということですね。自信があったんですね。で、まあ、36歳がなぜ28歳をこういうふうに、やれるのかと、はい、そしたら自分はスピードもパンチも優れてるんだと。でトリニダードに関してはパンチはあるけども自分に対しては効かなかったと言ってますね。であと、まあ今後なんですけども、はい、あのロイ・ジョーンズやデラホエの名前が出てましたが、今の段階ではロイ・ジョーンズに対しては自分は眼中にないと、デラホエの方が試合が近いんじゃないかなとそんなようなことを言ってますね。